はい、皆さんこんにちは。はい、今日の動画ではこのとても古いタイヤに、タイヤ柔軟剤を注入して、まあ1週間2週間あるいは1ヶ月ぐらい放置して硬さに変化が現れるかどうかということを検証していきたいと思います。タイヤの銘柄はこう皆さん聞いたことないと思いますけども、フランスのユニロイヤルというメーカーのですね、このレイリー、レインタイヤですね、レインタイヤです。ちょっとしたレーシングタイヤのレインタイヤになります。製造年は3桁の数字なので、1998年以前ですかね、024です。27年前のタイヤで、ただタイヤ柔軟剤を注入したんじゃつまらないので大量に注入してと思います。1.5 リットルぐらい注入したらどうなるか、これでちょっと1ヶ月ぐらい経過を見てみたいと思います。はい、現時点での硬さ、今日は2021年3月5日ですけども測っていますね。90、91、92、92、93、91、94、もうこれはプラスチック並みです。もうもはやタイヤとは言えないですね。さすが27年も経つとこんな感じになっちゃうんですね、タイヤって。さてこれがどんな感じに変化するかとても楽しみであります。はい、だいたい 1.5 リットルのペットボトルに並々のタイヤ柔軟剤を作りました。今回は灯油9対2サイクルオイル1の割合で混ぜています。でこれはペットボトルにホースをくっつけただけのものです。ペットボトルのキャップに穴を開けてプラスチックのパイプを突っ込んで、そこにゴムホースを接続しただけの非常に簡単なものですね。これはアプリケーターとして使っています。これで約 1.5 リットルのタイヤの中に入りました。で入れたらですね、こんな感じでまんべんなく行き当たらせるんですけども、 1.5 リットルも入るとさすがに下の方に溜まっていることだと思います。なので下の方にちょっと印をつけてですね、1週間これで放置して、1週間放置して、この下の方のタイヤの下の方の液が溜まっているところと上の方のところで硬さを比較してみたり、あるいはおかしな現象が起こってないか、タイヤがゼリーのような柔らかくなってないかどうかとか、そのあたりをちょっと検証していきます。2021年3月5日ということで、この部分を下にして1週間放置してみます。どうなるの？よし。